鬼団とは、回広開作のホラー漫画。1994年に桜ミステリー連載後、2003年から2007年にかけて青葉出版から単行本が発売。2011年からはタイトルを鬼団人形集月の百物語に変更し、ミステリーサラ連載を経て、BBMF マガジンから LGA コミックスとして出版。期間14巻。2015年からは、 青泉社にて、初期シリーズ全八巻が真相版として、順次刊行された。美貌の人形師、北村宇月が、友人の作家、石田武重とその秘書、西川京子と共にこの世に迷える魂を導き、心の闇に救う悪霊たちを沈めていくシリーズ。物語は一話完結。幽霊や心霊現象といったオカルト要素は多い。ものの、本作はそれらを生み出す元とされる。 強い思いや、心に潜む闇にスポットを当てている。絶世の美貌とされる謎の人形師、北村受月の作る人形は奇跡を起こし、この世に迷える死者の魂を沈め天井に導くと、噂されている。彼の友人にして、怪奇小説作家、石田武重と、その秘書の最下は京子。三人が見た人と人形、そしてそこに隠された。 人の心と、秘めた闇が紡ぐ、意識も悲しいお二段。青葉出版期段1期、段2期、段3期、段4期、段5期、段6期、段7期、段 8BBMF マガジン人形集月の100、物語1人形集月の100物語2、人形集月の100物語3人形集月の100、物語4人形集月の100物語5、 人形集月の百物語六人形集月の百物語七人形集月の百物語八人形集月の百物語九人形集月の百物語十人形集月の百物語十一人形集月の百物語十二人形集月の百物語十三人形集月の百物語十四青泉釈団一ふすまえの女気団に幽霊たきき団三恨みゆきき 段四四人長期、段五半屋の爪木、段六京人形期段七、ムクロオトメキ、段八鹿か,かんざし。ありがとうございます。